ドリームっていう名前になったのはつけてもらったんだよね。つけてもらいました。気に入ってます。約12万人。はい。信じられなかったですね。前と番号が隣だったんですよ。で前が呼ばれて、あ、じゃあもう隣はないとか思ってたらこう呼ばれたんで、すごいびっくりして全然信じられなくて、私は絶対に落ちると思ってたんで、本番でも歌を間違っちゃったんで、だから受かってこう名前を呼ばれた時に前に歩いていくんですけど、足が出なくて、なかなかこう上だけが前にいて。でもね、逆、いや、あの1人より3人の方が、うん、心強いなと思ってて、うんうん、あとオーディション中からすごい3人とも仲良かったんですよ。一緒に話したりもしてたし、だからその受かる前だよね、受かる、うん、オーディションの歌う前に3人でちょうど話してて、決勝こういう、こちょうどこういう風に、そう、こういう風に、ちょっとこの辺逆やけど、逆やけど、で受かるといいねって言ってたよね。じゃあ3人受かると、あ、受かるよって、まず一人一人をこう人てて褒め合って褒め合い、それでだから3人受かればいいねって言ってたら、いいて本当に受かったんですよ。初めの方はもうついていくのに精一杯で、もう焦ってたっていうか、そういう部分もあったんですけど、やっぱりだん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 慣れてきて、レコーディングの時とかもなんか楽しんで歌えるようになったし、感情とかもすごい込めて歌えるようになりましたね。本当一生懸命なんですけど、はっきりよく分かってないし、多分自分の言いたかったこととかもちゃんと伝えられずにこう流れちゃってて、でだんだんこうこういう風にしたら伝わるとか分かってきて、こう自分の思ってることとかもすぐその場で言えるようになりましたね。カナもみんなと一緒なんですけど、やっぱりこう雑誌とかの取材の時とか撮影とかも全然ポーズとかもつけられなくて、すごい棒立ちのまんまでね、ボーッとこうって立ったままだったんですけど、今はなんかもう自然にポーズが作れるようになったりとか、表情も自然に笑えたりとかできて、すごい成長できた1年やったなと思いますね。なんだろう、マイウィルじゃない、マイウィル2日かかってやったり、富士山ね、でも富士山夜は帰れたじゃん。あ、そうか、あ、そうかそうか、じゃあナイトオブファイヤーかな、ね、すっごい暑くて、ね、ちょっと暑い寒いが交互なんだよね、うん、でもさ、全部あれだよね、絶対寒いか暑いか、なんかあるか本物なんですよ。でも、ね、ハートウェーブとかも寒かったよね、あれね、0度だったっけ、あの時の温度が、氷できてた、バケツにね。えこの会社の屋上なんですけど、そこに鉄塔を立てて、それもすごい苦労して、寒かったですね。緊張しましたね。どういう表情とかも、もう笑っていいのか、どういう表情を作ればいいのか分かんなくて、もう無表情だったんで、撮ってる時にあまりに集中をしてると何をやったか覚えてないんですよ、自分が出来上がったらね、ああいうことにね、そうね、でもそれはすごい、なんかナイトファイヤーとかでね、いつも、そうね、そんな苦労したけど、やっぱり出来上がりを見るとすごいかっこよかったりするから、よかった、頑張ってって思いますね、毎日レコーディングでね、もうね、毎日レコーディング、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 仕事が終わってもちょっとレコーディングするみたい。泣かないでさよならじゃないから、心の奥で涙がこぼれた、滲んだ空を見上げながら笑顔になろう、君の夢が叶うように、泣かないでさよなら。
待って、君といた空になりそうなの。えでもこれおかしいよ。春が来たら君のいない春。こっちの方がいいよ、君のいない春。でもすっごい寂しすぎじゃないこれ。え寂しすぎじゃない。でもさ、なんとなくそういうまだこれとこれが良くない。ええこれもいいんだよ。じゃあ君といた…てんてんてんの方がいい。あ、それかさ、こっち、やっぱ私こっちがいい。これが一番好きだと思う。いいと思います。君のいない春。いやー良くない。いいけど、ちょっと待って、こんなかやった。私これが一番いい。こんなかやっけやろ。まずここはちょっとね、あれだね。さよならじゃないってそのままで書いてあるんだよ。出発旅これじゃあ一番そうなの。銀の、まあね、銀の、金のブレス強調されても私は分からない。銀のブレスっていうタイトルはみたいな、うん、そんなに銀にこだわる。私とカナが初挑戦しました。はい、難しかったですね、うん、難しかったね。難しかったですよ。期限とか切れちゃって、うん、すごいみんなに迷惑かけちゃったんですけど、でもちゃんと書いて、こう日常生活の中でちょっとこう気になってることとか感じてることとか、うん、どうだろう。今回アルバムが出るってことで、なんか新しく書いたのは4曲書いたんですけど、そのうちの2曲はこうずっと書きたいと思ってることを書いて、でもう1曲は結構最近ニュースとかで悲しいニュースがいっぱいで、前と同じ17歳がちょっと危険かなと思ったとことかをヒントに書いてるんですけど、今回はちょっと卒業っぽい歌とかも何曲か入ってるんですけど、でも本当に全部いい曲だよね。本当にもう自信ありますね。ね、